皆さん、こんにちは。今や日本に知らない人はいないであろう、アイドルグループの AKB48。 そしてそんな AKB48 のメンバー武藤トムさんが、今年3月8日に12年間所属した AKB48 を卒業しました。武藤トムさんの卒業理由や今までの活躍、そして今後の活動についてなど調査しましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。武藤トムさんは1994年11月25日生まれで東京都出身です。 AKB48 の第12期生としてデビューしました。愛称はトム。2014年11月シングル希望的リフレインで初選抜入りを果たしています。名前は回文になっていて、そのことからキャッチフレーズも逆から読んでも武藤トムです。名前の由来は父親が上から読んでも下から読んでも武藤トムになるようにと母親にも相談せず勝手に決めたと明かしています。覚えてもらいやすいため本人はこの名前を気に入っているんだとか。気象予報士の資格に挑戦したことをきっかけにお天気キャスターになることが将来の夢と公言していましたが、実際に資格を取得し、そのお天気キャスターの夢を実現させています。ダンス、ピアノが得意で、ピアノは3歳から高校2年生まで習っていたそうです。また妹は武藤おりんで、妹も AKB48 に所属しているようです。今年4月19日には待望のファースト写真集トム模様を刊行しました。そして6月30日にはヒロイン役を務める映画断捨離パラダイスが公開されます。映画楽しみですね。そんな武藤トムさん、アイドル活動の傍ら学業にも非常に力を入れてこられました。2020年には成城大学大学院を修了し、合格率 5% の超難関といわれる気象予報士に合格しています。気象予報士として精力的にお仕事をこなされて、情報番組のコメンテーターや女優としても活動されています。気象予報士に大学院修了、金融の資格も取るなど、いい意味でアイドルとはとてもギャップがあります。高校生で AKB に加入して芸能活動と学業を両立していて、とてもパワフルでガッツのある女性ですよね。気象予報士の他に防災士、ファイナンシャルプランナーなど数々の資格を取得されています。超難関といわれる気象予報士の試験には5年かけて勉強し、8度目の挑戦でやっと合格をつかみ取ったとのことで、とても努力家な方という印象が強いです。そんな武藤トムさんですが、実は新卒の時にアナウンサー試験を受けたことがあるそうです。しかしアナウンススクールに通って最強キー局は全部受験したそうなのですが、全て落ちてしまったとのこと。アナウンサーの仕事は非常に人気で、最強キー局の採用試験の受験者数はおよそ3000人、その中で合格するのはたったのに3人しかいないそうです。倍率は約1000倍かそれ以上、非常に狭き門ということが分かりますね。そんな努力家の武藤トムさんは12年間所属した AKB48 を卒業しましたが、卒業した理由は何だったのでしょうか。調べてみましたが、明確に本人から出ている情報は見当たりませんでした。そもそも AKB48 のオーディションを受けようと思ったのはなぜなのでしょうか。武藤トムさんは0歳から小学1、2年生まで子供タレントをしていたんだそうです。またいつか芸能活動をしたいなと思っていた武藤トムさん。子供タレントは自分の意思で始めたわけではないにせよ、楽しかった記憶が残っており、またダンスが好きだったこともあり、毎日踊れる場所がある。 AKB48 の12期研究生オーディションを2011年に受けたそうです。しかし最初は歌って踊ることが楽しかった武藤トムさんでしたが、やっぱり上を目指そうとすると
自分には何もない、全部足りないと考えるようになってしまったそうです。歌もダンスも演技もトークもあまりに未熟だと感じ、そんな何もできない自分が嫌だったそうです。特にトークが苦手だったそうですが、ラジオのお仕事はすごく好きだったそうです。 AKB48 今夜は帰らないというラジオ番組でレギュラーを任されて、放送が終わった後にスタッフからアドバイスをもらったり、日常的にスタッフたちがいろんなことを教えてくれたんだそうです。そのおかげでトーク力を少しずつ上げていくことができたんだそうです。しかしとにかく自分に自信がなかった武藤トムさん、とにかく何かやらなきゃと思い挑戦したのが気象予報士の試験でした。気象予報士の資格を持ったメンバーは当時 AKB48 にはいなかったことから、お天気お姉さんキャラがつくんじゃないか、新しいお仕事が広がるんじゃないかという期待や、どうにかして自分だけの武器が欲しいという気持ちで目指されたそうです。たくさん努力され夢をつかんだ結果、卒業ということになりましたが、その理由を過去に卒業された先輩や武藤トムさんの最近の状況を踏まえていくつか推測したいと思います。 AKB の新曲メンバーの選抜落ちが影響されているのではということですが、武藤トムさんは今までやってきたこともあるし前には進めている、選抜に落ちても昔みたいな感じではないと話していたので、選抜落ちが卒業理由としては考えにくいかなと思います。ショックなことには変わりないと思いますが、他には28歳という年齢であるため、そろそろということで卒業したのではということです。武藤トムさんは16歳でグループに入り、当時は歌もダンスもトークも何もできず、先輩の背中を追いかけるので必死だったと話しています。気づけば年齢がグループで上から2番目に。このようなコメントから年齢のことで卒業を決めたのかもしれないと予測されますが、この約11年、楽しいことも辛いこともたくさんありましたが、全てがいい経験で私の力になりましたと話しており、卒業に対して未練はなさそうですし、後悔もないような感じがするので、それは良かったと思います。他には20歳ぐらいから気象予報士を目指されていたり、ファイナンシャルプランナーの資格を取るための活動をされていたので、AKB は卒業しても引き続き芸能活動をされる予定で、卒業というよりステップアップという感じなのではと推測できますね。しかし武藤トムさんは気象予報士に合格されるまでになんと5年くらいかかったとのことですが、諦めずに目指した理由は何なのでしょうか。20歳から目指されていたというのは驚きです。当時気象予報士になるための密着取材をされていたそうですが、あまりにも不合格をし取れ高も少ないということで、途中で番組のスタッフに密着取材をやめるように伝えたこともあるほど壮絶だったとのことです。そこまでストイックに頑張り続ける理由を聞かれて、武藤トムさんは常に何かをやっていないとダメな人なんですよね、目標がないと前に進めない性分なので、気象予報士にもなれた、大学院も修了できた、今はやることが特にないし、コロナ禍で自由に使える時間もある、だったら勉強する習慣が残っているうちにファイナンシャルプランナーも取っておくかと、そういう発想なんですよねと答えていました。武藤トムさんは父に気象予報士を勧められたという情報も見かけましたが、もともと目標を持って突き進む性格がきっかけなんでしょうね。これから AKB48 という場所から抜け出して一人で活躍していくこととなりますが、努力家の武藤トムさんならこれからの芸能界でもきっと大活躍されるのだろうと思います。これからの活動も楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録
高評価よろしくお願いします。それではまた。